きって言った。ドキドキした。汗かいた。レセナ。あ、ひんやり。レセナが聞いてるぞ。よかった。レイジです。昔昔のことだった。あるところに浦島太郎というものがおったそうな。ある日海岸を歩いていると、おら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 、調子こいてんじゃねえよ、すげえ、うれうれうれう、金出せよ、なるほど、うれうれうれう。おや、あそこで誰かがいじめられてるではないか。こらこら、君たち弱い者いじめはやめなさい。なんだとこのじじい。うれ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 、すいません、お金出しますから許してください。たった一銭か、まあ許してやるか。大丈夫ですか。君こそ大丈夫か。はい、私は竜宮城の使いのウニです。助けていただいたお礼として、あなたを竜宮城へお連れします。本当かい、ウニ君。はい、では私の背中に乗ってください。どれどれ、よっこいしょ、ギャー。カモン、風流図の爆裂スーパーファンタジです。フーリーズのチャップです。バグです。いやー、もうすぐ夏休みですからね。早っ。いやー、夏祭りいいですね。うん、好き。え、夏祭りはいいですね。夏祭りって言ったら何ですか、達夫さんには。やっぱ夜店。あ、夜店いいね。夜店、うん、肩抜きとかですよね。うん、射的ね。あれ、地方によってあの出店違うね。ほんと。うん、まあ、あの輪投げとか、うん、あの射的とかはあるけど、うん、僕ら地元では東京コロッケっていうのがね、何それ、すごい有名やったんです。本当、関西には、うん、これはパチンコでね、うん、玉を1個もらうね、100円ぐらい渡すと、うん、この玉でパチ弾くと、うん、それがまあ6とか7とか10とか入って、うん、まあ、10とか仮に入ったとすると、うん、あの竹串を1個回さされて、うん、ちっこいコロッケを10個刺してソースの中にチャポッとつけてそれ食うね。割となんか僕らの住んでた大阪地方では有名なんですけれども、ね、オープニングのコントは直江津の星、ね、10ポイント送っておきたいと思います。最後までよろしく。スペシャル夏だ、ナイターだ、マイムマイムだ、インヤスタアイランド。ヤスタアイランドではナイター開始を記念して、7月20日日曜日夜6時半から今年もマイムマイム開催決定。海の日だけに青い服を着てきた人にはなんとナイター入園料が無料。希望者は現地集合。滝沢、内山も一緒だよ。 FM 新潟公演、聖郎の森音楽館花田健太郎コンサート、9月23日聖郎町文化会館にて、ゲストにソプラノ歌手足立さつきを迎え開催。チケットは3000円で絶賛発売中。詳しくは聖籠町町民会館、電話 0254-27-2121 まで。長野県の冬の花からもらいましたが、秘密基地の皆さん、こんばんは。こんばんは。私こと冬の花は、はがきを500枚弱出したのですが、読まれたのは10枚弱という没王に君臨してしまいました。そこで私は一から出直します。30ポイント以上あったので入難蔵ください。はい、それと、私の没の原因は何ですか。ネタがつまらないのですか、字が汚いのですか、ペンネームですか、今後の参考に教えてください。最後に、生まれ変わった冬の花は森島次郎からコントの天才の座を奪い取ります。森島次郎さん、私の挑戦を受けてください。頑張れ。森島次郎も最近見えひんな。冬の花の何ポイントあんの。36。それ確かにこいつのハガキは多いね。僕は全部ね、うん、名刀してるからね。ね、うん、ハガキだから、誰が出すかではなくて、何が書いてあるかっていうことが大事ですから。うむ。ね、いや、君いっぱい書いてくれてんね。だけどね、上位の例えばサボ軍団とか埴輪とかおじいちゃんなんかもね、おじいちゃんドボンなんかも結構ボツ多いのよ。多いよ。そうだよね。そうそう、みんなそうだよね。そうやねや、みんなそういう中ね、一生懸命送ってきて。じゃあこいつ何、36ポイントあるから入難ぞね。うん、入難ぞよ。わかりました。何が送られてくるか。それから最近
料金不足の郵便が多い。またですか。なぬ、これちゃんと言っときましょう。まあこちらのスーパーママゴリラなんかは自らお詫びのハガキっていうので来てるんですけどね、はいはい、なんか僕はいつもハガキを出すとき90円切手を買ってきて封筒に貼って出しとったんですが、うん、この前郵便局に行ったついでに爆裂印刷封筒を測ってもらったら重量オーバーで90円じゃ足りなかった。昔測った時はその時と同じ枚数で大丈夫やったのに、うん、1ヶ月ぐらい前からハガキ用の画用紙を手触りのいい方の画用紙に変えたんでちょっと紙の質が上がって重くなった、うん、まあ、こういう反省してるやつはいいです。はい、うんうんうん、3ポイント送っときましょう。それから何、なんかカセットテープ送ってきてくれとかいうやつもおんねんけど、そういうことはこの番組返してはやってませんの。カセットテープ送ってくるやつもおんねん、これ大阪のお前や、お前秀樹道路送ってくださいって送ってくるねんけども、そんなにいちいちやったらやな、ああ私ら他にも選んだからこと言わんわけ。うまく友達ねとか交流するといいですね。そうそうそう、これね、あの聞けるところの友達とかね、僕のファンクラブの開放の市場ではそういうのをやったりしてるよ。あ、ほんと。ほうほうほう、うん、だからタットタンクラブの会員の人同士でね、うんうん、なんか ご好意でお互いそれでまた輪が広がったりもしてるよ。あ、俺らもそういうのできるね、そしたらね、うんうん、そういうのを利用するとかですね、いろいろ考えてもらいたい。そうそうそう、郵便、さっきの郵便料金だけど、ほんとちゃんとね、ちゃんと郵便局で測ってください、君たちね。はい、自分がかかるからね。はい、うん、じゃあ、 あの何ポイント別商品の発表です。はい、紹介しましょう。この番組はがき読まれるとポイントがもらえます。そうや、カッパベリーは広島からもらいましたけどもね。何、ポイントに応じてもらえる商品紹介の時に新田社長のまだ使っていないゲームサターンプレステ 3D とチャップさんが言ってますが、 3D というのはパナソニックの 3DO リアルというのが正しい呼び方です。気になった人も多かったと思うので言わせてもらいました。何 3DO リアル、うん、3D リアルって書いたんだけど、 3DO リアルや、うんうんうん、じゃあそれを注意しまして読みましょうか、はい、まず30ポイント、これは入南ゾです、うん、40ポイント、達夫さん風流図鈴木最古に行った社長のプリクラ1シート、うん、50ポイント、カモン達夫サイン入りテレカ、100ポイント、達夫さん風流図または新田社長がその人のネタを色紙に書きます、うん、128ポイントは新田社長メッセージテープ、150ポイント、風流図のハーモニーでハッピーバースデーを名前入りで歌うカセット、178ポイント、ミキサー藤原さんのウクレレ、200ポイントは達夫さん風流図が名前を呼んで起こしてくれる目覚ましテープ、220ポイントは達夫さんの1日ビデオテープ、僕の1日、そして233ポイントは新田社長が使っていたプレイステーションセガサターン 3DO リアルのゲームソフトセットに新田社長のサインがついて限定それぞれ1名ずつ、これ結構束できますからね。そうだ、で250ポイントは手作りカレンダースケッチブックに達夫さんと風流図が手書きで作ります、もしくはサイコが選曲したオリジナルテープ鈴木サイコお気に入りの曲60分テープ分です。300ポイントは達夫さんまた風流図のライブにご招待、楽屋に入れてサイン握手写真付き、ただし交通費は自費です。350ポイント達夫さん風流図の3人の写真プリント T シャツサイン入り、そして400ポイント貯めると新品のファックス、最後500ポイントは秘密基地ご招待の上1日パーソナリティとして参加、番組収録後はメンバーと豪華食事付き、しかもサンプリングの声が残る、ただし交通費は自費です、はい、でなんか初歩的な質問来てるんで、新潟のこれはなんやこれ、ランチェかな、うん、質問です。ネタをハガキに書く時の良い書き方を教えてください。ああ僕のように左下に名前と住所を書くのはいいのでしょうか、ぜひ教えてください。あと500ポイントの秘密基地へのご招待で、うん、その商品と交換すると秘密基地への道のりを教えてくれるのでしょうか、それともとある場所までの道のりしか教えてもらえなくて、そこから目隠しさせられて連れて行かれるのでしょうか。それいいな、それいいな、それにしよう、ね、秘密基地やからね、駅の前とかに集合して、うん、目隠しで車乗せて、あここまで開けられないの、あーちょっと待てよ、え秘密基地にご招待の上一日パーソナリティとして参加、あそうか、うん、そうだよ、道順を教えるとは言ってないんだ、あ秘密基地やからな、そう秘密基地教えるとは言ってないんだ、中にはご招待するんだけど、うん、そうしよう、そうしよう、そうですけどやっぱりそうか、ちょっとこれ上位のなサボ軍団とか、うん、アニマの上はもうとっくにもう400ポイント超えてんのにまだ何も変えてけえへんっていうことはやっぱりこれを狙っとんねんな、もう450超えてたりするからね、そうか、俺らの楽屋に入れてサイン握手写真付きでは嫌なんや絶対ここに行きたいねんこいつら、はあ、まあこれね3ポイント送っときますけどね、ポイントをじゃあちょっと今日は どの辺から紹介しとくか、上位行っとこうよ、
やっぱり気になるでしょ、そろそろ上位じゃあ、うん、言っといて100以上いきましょうかね、うん、サボ軍団453ハニワの城442、おじいちゃんドボン360、スルメジジイ300、直江津の星298、爆裂隊隊長240、豆腐屋の源さん220、うんこの王様216、組長180、大根仮面171、猫いずこ165、アイサラダでちょ162、市政のホラ吹きは157、昼間運転154、てるてる坊主は138、ハッタリ星人121、快感の男120、屍奈良が117、花瓶壊すの115、小室奈美111、ふんどし魔人と久米陽一が107、のんち102で、森島次郎99と。はい、ね、またポイント別毎週ちょっとずついろんなところを発表していきましょうか。そうだね、まず最初国政だよ、こちらのコーナー行ってみよう。はいよ、バザーイバザーイバザーイのコーナー。まずはイングリモングリは愛媛県からもらいました。野球のマウンドがわからないバンド。マウンドどこ、マウンドどっこ、マウンドどっこ、マウンドどっこ、マウンドドッグ、バタイ。あー、よかった、3ポイント。スキッパラ4号もらいました。頭の良い鳥、成績いい子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 。セキセイインコ、バンバーイ。セキセイインコに近づいてってないやん、何段目も言うてる割にはグラデーションのように近づいてかなあかんのこの、ちゃんとうまい具合にちょっとずつモーフィングしなきゃね。全然わかんない、最初の変効果が全然変わってへん。最後だけいきなりセキセイインコはっきり言うて。わかったよ、はい、2点ちゃんとやってや、うん、ペネムペリドットは広島、釣りが好きな俳優さん、頑張って釣ろう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 、バダーイ。はい、今のは最初の頑張って釣ろうっていうのもっとはっきりよ、なんか。そうか、なんでお前らにこうやってあの教えながら俺は番組進めていかなくて。3ポイント。流星土星は石川県、インスタントラーメンばっかり食べている落語家、カップラーメン一丁、カップラーメン一丁、カツラーメン一丁、カツラ米朝、バザーイ。今急に変わったよ。そう、お前3つ目フルモデルチェンジしたよ今。そう、もっとマイナーチェンジしてくれよ。そう、じゃあスーパーママゴリラ宮崎、うん、今日のデートの計画を練る歌手、うん、今日中にチューするぞ、うん、今日中にチューするぞ、ひょひょにひょひょひょん、ひょひょにひょひょん、ひょにひょさん、早くあいつにひょさん、ホイットにヒューストン、バラーイ。うん、今の良かったよ。5点。おお、面白い、面白い。ペンネーム旅芸人ね、これは愛知ですね。ドラえもんに触りたがるスナイパー、ドラえもん触っていい。スナイパーでわかるし。ドラえもん触っていい、ドラえもん触っていい、ドラえもん触っていい、ゴルゴ触っていい、バカーイ。すげえ、5点、はい、5点。続いてこっちのコーナー行ってみよう。新コーナー募集。新しいコンセプト持ってきました、私。おどんどんとやっぱりチンチン大蛇、いやいや、チンチン大蛇って感じ。すごいんだ、奥さん。チンチン大蛇、もうグイもうそやめなさい、はい、題して留守番電話のコーナ ー、はい、このコーナーはどんなコーナーかと言いますと、うん、いろんな有名人や、うん、動物や、うん、物などからこんな留守電が入ってたら面白いんちゃうかなー言ったりなんかして、そんなコーナーです。ほうほうほう、例えばピー、あ、もしもし金ちゃんですか、僕どうしたらいいんでしょうか、あ、三重春でしたとかね。のっけからそんなんかい。すごいな、すごいな、そんな最初から例えばピー、もっと分かりやすく、あ、もしもし、あ、小室さんですか、いや僕ってひょっとして税金対策ですか、ちょっと気になったんで電話しました、マークパンサーでした。あ、ラップのやつ。ラップのやつ。ピー、ちょっとみんなに言いたいんですけど、
眉毛俺の顔にかかんといてください。あ、犬でした。ちゃんとまだ生きてやってますから。あ、ラッキー池田でした。あ、杉本哲太さんですか。ちょっと預かってほしいものがあるんですけど連絡ください。あ、元銀杯の翔でした。いや、例えばね、うん、こういう留守番電話。あ、いいっす ね、 ね、うん、これでしょ。結構これ広がりそうだね、うんうん、ね、ボシガー。結構高度だよね、でもね、うん、まあいろいろやってみよう、うんうんうん、はい、じゃあ今日の1曲目は、1曲目、うん、じゃあ僕らフーリューズの、曲を聴いてもらいましょう。アルバムちゃんとしようよからセカンドシングルカットされました、フーリューズでちゃんとしようよ。シーサイドステーション真夏の最速決定戦 QJ カップビーチフラッグス、ただいま参加ペア大募集中。共催週刊求人情報 QJ、 詳しくは FM 新潟イベントデスク 025-270-2775 までダッシュで電話ください。FM 新潟公演ホフデュランコンサート、10月7日新潟クラブジャンクボックスで開催。チケットは7月27日一斉発売。お問い合わせは 025-229-5000 番 FOB へ。統一してもらいたいのコーナー。何統一してもらいたいのコーナー。知らない、前ちょっと振ったやん。まあ皆さん聞いてください。世の中には
統一した方がいいぞ。そういうことがたくさんあるやないですか。わかんないですよ、解雇。えねえね、新しいニューキャラクター、ニューキャラクターです。ペンネーム猫いずこへからもらいました。この前、水道の蛇口湯で上にするのか下にするのかややこしいということを言っていましたが、やはり同様の苦情が多いために今後は実企画で上に上げると出るという方に統一されました。知らんかったでしょ。知らんかった。いや、そういうコーナー。いや、まあ、これ知らんかったに来とったんやけども、あ、まあ、こういうことですわな。3ポイントね。そうなの。もうじゃあみんな上なんだ。うん、あれ時々横とかにのもあるからまたややこしいな。あれそうなのよ。いや、ややこしい。こっちにやるとお湯出たりなるでしょ。熱かったりなんかするんだよ。そうやな、はい、統一してもらいたい。直越の星、おい、時計、時計、単一電池を入れるのもあれば、単二電池を入れるのもあるし、単三電池4本も入れるのもある。統一してもらいたい。ずっとその感じで。それはしょうがないんじゃないか。いやーけど、あの電池は、うん、そうやねん、時計はほんまそうや。単三電池1個のちくやつなんか単三電池1個か、ね、今単四単五単四単五ありますよ。単四単五もあんねや、これ。単四細いのね。な、あれ、あのテレビとかのリモコンのやつも単四日本のやつもあれば、うん、単三日本のやつもあると。落ちてもらいたい。あ、そのキャラクターで。ほんま時計はそう。いたけど電池で今一番使えるのは単二やろ。ね、単二使わないね。ないもん。あのごっついあの CD ライカセなんかはだいたい単一をズボボボボって入れるよね。そうだね。うん。落ちてもらいたい。3ポイント。よくあんのがこちらは伊豆箱ですけど、カセットデッキのカセットを入れる方向を統一してもらいたい。うん、それこれ直越の星からも来てるけど、これもほんま前もちょっとこの番組で言うたけどな、うんうんうん、あれほんまこの縦最近のは上だよね。上っていうかそのまま入れるよね、パカってね。いやだけどそれパカッと入れたら入れへんから、逆さまの頭の細いとこからスポッて入っていくやつもおるやんか。頭のだから太いとこで、これ案外細いから頭の細い方からかなと思ったら、実は太い方がやったりなんかして。なあなあって言われてもさ、なんかしてなんて言われてもさ。なあの、うん、カセットテープの入れ物は横開きのやつもあるやんか。あるよ。あるね今なあ、うんうん、あれ統一してもらいたいね。だって昔はもう全部決まっとったんや。結構あれがまあでかかったっていうのもあんねんけど、いまだにあの大きいままの形のやつもあるやろ。あるある、一番でかいやつ、うん、で俺なんかデモテープとかを取ってやな、うん、そこにタイトル書いて、うん、そのインデックスをコピーして、うん、それをまた次のカセットテープ入れると思ったら、うん、このインデックスのこのカセットインデックス、あの紙のあの硬い紙あるやろ、それの大きさもまたまちまちやから、こっちのケースにはそれが入るけど、こっちのケースにはそれ入れへんから、また折り直してるから、ややこしい。なんとかしてもらいたい。そのキャラクター出たり入ったりするんだよね。そうそうそう、さっき出なかったのがまた出たり、ね、これはほんまそうやわ、ほんまそうやわ、うん、なるほどね、だね。あとこちらもう一丁、島根県の内田和秀。こらなんで出てんの。ドアノブの真ん中についているロックする鍵、はい、お前は縦でロックするのか横でロックするのか、どっちやねん。通してもらいたい。回すやつか、こういうやつ。あれそうや、だいたいさ、縦が開くやろ。縦が、あ、そうそうそう、縦が開くで、うん、それを横にしたら閉まるやろ。だいたいそうだね。ところが、うん、部屋によっては横が開くで縦が閉まるところもあるっていうの、どうしてもらいたいと。な、鼻くそ。そうだからまあ人の部屋遊びに行って内側からロックするときあるやろ。誰の部屋行っとんねんやっちゅって。だからそれは女なんか。なんでロックすんねんやっちゅ。なんか誰か入ってこられたら心配なんやっちゃう。だいたいあんた一人暮らしやっちゅ。うちのねドアロックのあれも長島来たことあるけど、あの、真横に90度ぐにゅって曲げるのと違うんやな。そうなのよ。あのね20度くらいちょっとね首かじれるぐらいな。プッとそれだけでもうロックされてる状態。え、そうだっけ。俺一生懸命ガチャガチャガチャ言って、これロックできませんよ。、うん、お前もなんでうちの部屋でロックすんねん。そんな男同士が2人で何すんねん。なんでロックすんねん。そりゃあんたやっぱりよそ様ん家行ってさ、玄関開けっぱなしするわけにはいかんでしょう。なるほど、そうか。なるほどなるほど。はい、統一してもらいたいのコーナーでした。続いてこちらのコーナー行ってみよう。
楽しい、たまんないよこら。ペンネームバンビ君、和歌山ですね。和歌山は FM 徳島聞いてんのかな、海を渡って、お風呂の穴の開いた椅子に座って下からシャワーを出して、これウォシュレットで言ったらなんかたまんない、たまんない。三日のケンケン、山下達郎、女の子に振られた後に山下達郎、牧原紀之の CD を買ってきて、音楽を聴くよりジャケットの顔写真を見た方が元気出る。アジポンスーパーハードは宮城県、リカちゃん人形と一緒に風呂に入り、やめた方がいいよこういう仕事と説教したら恥ずかしい。こらこらこら。あ、未だにいるらしいね、こういうなんか風俗関係の店行って、うん、やめた方がいいよって言いながらやることやって帰るやつ。サボ軍団、なんでそんなこと知ってんねん。いやいやっちゅの。誰からそんなこと聞いたんやっちゅの。サボ軍団、チャップさんにハガキを読まれて寒い風が吹き1ポイントと言われた時はめちゃくちゃ悲しい。ごめんね。うん、内田和秀、島根県、レンタルビデオ屋の店員に知り合いがいると嫌だ。ああ、そうなの。なんかエッチなやつを借りたエッチビデオ借りる時に。うんうん、ネオ現実逃避、群馬県、爆裂をソファーに座ってワイン片手に聞いたらゴージャス。このミラー何かへ。ソファーに座ってワイン片手はゴージャスという概念か。これダウンタウンの松本とかもようワイン片手にとか言うけど、ワインってそんなすごいもんやと思ってるわけか。僕もね、小学校の子ね、作文にそんなこと書いてた。何、将来野球選手になってゆったりとしたソファーに座りコーヒーを飲む。それが僕の夢だなって書いてた。恥ずかしい。ああなるほど。恥ずかしい。こういうあね、なんか そうか、割とそのじゃあ窓からは夜景とか見えたりなんかするね。なんか白いカーテンとかかけてほしいな。ね、あのバスローブで。バスローブで。それがあ、そうか、そういうまたあの私のなんかなんちゅうの。ゴージャス。ゴージャスなイメージっていうのを送ってきてもらおうかね。ね、このゴージャスとリカちゃん人形は5ポイントで、あとは3ポイントずつ送っていきたいと思います。さあ今日の2曲目です。リクエストいきましょう。石川県のね、パリラリラーちゃんから、今一番お気に入りのバンドだそうなんですけどもね、リクエストをハガキにも5ポイント差し上げるんで、どんどん書いてね。 FM 新潟シーサイドステーション、新潟テレサービス企業対抗ビーチドッジボール大会、8月10日ポケットベルの新潟テレサービスとの共催で開催。舞台はおなじみ青山海岸。ただいま参加希望チームを大募集。お問い合わせは 025-270-2775 まで。世紀のインディーズイベントが君の街にもやってくる。 FM 新潟公演ブレイクアウト祭り97、8月23日新潟クラブジャンクボックス、ゲストはあのラクリムクリスティ。チケットは7月26日電話予約、予約お問い合わせは 025-241-9200、 リスキードラッグストア。世紀のビッグイベントを見逃すな。 Check it out Break out。新潟の皆さん、こんにちは、石川さゆりです。お元気ですか、小川もこです。私たち2人が7月22日火曜日、柏崎市中央海岸港町海浜公園に行きます。午後1時からはゲストにビギンを迎え、ヒルサイドアベニュー in 柏崎を生放送。午後5時30分からはビギンサンセットライブ in 柏崎ということで、ビギンのライブの公開録音を行いますよ。入場はもちろん無料、私小川もこが進行いたします。7月22日は昼アベとビギンのライブを楽しみましょう。皆さん、柏崎に遊びに来てください。待ってます。待ってます。学校の達人のコーナー、宮城県てるてる坊主が行く。最近、調理実習で何を作るかが話題になってますね、うん、僕はとある市の高校に電車で1時間もかけて通学しています。その市は全国で一番カツオが水揚げされるんです。そのために2年生の生活一般ではカツオのたたきを作ります。しかもカツオをさばくところからやります。全国でもやってるところは少ないんじゃないでしょうか。すげえ。どこかな、石巻とか気仙沼とか、あ、その辺かな、な、あの辺。はあ、ね、釣るところからやったらすごいよね。一本釣り。あれさ、カツオって言ったら高知ってイメージあるけども、うんうん、高知の船が宮城沖まで行ったりすんねんもんな、あれ。その季節によっては。あ、そうだってね。な、だから、うんうん、あの何、戻りガツオっていうのは高知の方まで黒潮乗ってこう一周してきよんねや、うん、カツオって。そう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 、長いこと一周しよんで、あいつら長い旅屋であれ、うん、何百キロやで、うん、ないね。な、え、高知かな、何千キロか、そうや、うん、あ、そうか、宮城って
こっちだもんね。何こっちって、こっちとかあっちとか言うな。右側なだから何の右、分かりやすい。日本を半分に割ったら右側、太平洋側やろ。太平洋側、そう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 。はあ、カツオのたたき、ええなすごいね、不思議な食い前で、カツオのたたき魚やのにニンニクと合うねんで。そうだよね、なあ、うん、不思議なもんやはい、4ポイントはい、続いてこっちはサムリーナ・オサワ、愛媛県南宇和郡。僕が通っている高校の女子の夏の制服がとってもダサいんです。上は白地に襟元と腕元に青のラインが入っていて、スカートは少し濃い青一色だけなんです。僕が中学生の時、女子高生の制服を見た時はあまり感じなかったけれど、高校に入学してじっと女子の制服を見てみるとあまりにもダサいのでびっくりしました。友人も女子の制服はダサいなと言っていたし、生徒総会でも女子の制服を変えてほしいという要望がありました。賀門さんたちが帰った頃の女子の制服はどうでしたか？うん、うちはあの県立のね、結構古い学校だったから、うんうん、もう本当にもうこんセーラー服、セーラー服じゃない、ブレザー、ブレザー、あ、ブレザー、うん、だけど、だけど女の子は前後に一本ずつ、うん、あの何あれが入ってる、ひだが入ってるのね、うん、一本ずつなのよ、いっぱい入ってないの、ひだみたいなスカート、うん、ああは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 あ、なるほどなるほど、一本ずつ。最近のほら女子高生の子は可愛い制服多いもんね。チェックのスカートとか、可愛い制服多いし、で、あのルーズソックスはルーズソックスで、あれうまい具合に制服と合うな。そうだね、ルーズソックスというのは、うん、太ももの額ですわ。だから絵画があって、それを引き立たせる額があるように、この足のシュッとした足、だから今ミニスカートが多いでしょ。そうですね、このミニスカートのちょうどこの膝から上のところと、この足の形を際立たせるための額というか台みたいなもんやな、あれは。まだね、ルーズソックスは額論で、あの顔をエアとしたら鎖骨は額論というのを僕は学会で発表しようかな。横浜あたりでよくやってるからね、そういう発表会は、うんうんね、でもあれ足の形とか分かんないもんね、ルーズソックスとか。だからみんないいんだもんね、きっと。あ、かもしれないね、ふくらはぎパンパンでも分かんないもんね。そうそう、気にするじゃん、みんな、うん、いろいろ。はい、3ポイント送っておきたいと思います。続いてこっちのコーナー、オールオールのコーナー、オールオール、カッパベリーは広島、お道具箱にもみじまんじゅうの箱を使っている広島の小学生。おるおる絶対おる。3ポイント。爆裂最大長、全国あらゆる地方にあるであろう光が丘という地名。あるね、富士見町同様、うん、光が丘あるでしょ、ね、新興住宅街にありがちですよ ね、 多分ね、夕日が丘っていうのも大阪にはあったりするね。夕日が丘、夕日が丘、が丘はあるな、緑が丘とか。あ、緑ヶ丘もありそうですね。緑ヶ丘ね、うん、緑ヶ丘、緑山、緑山、緑山スタジオっていうの、緑ヶ丘、なんとかヶ丘、うん、3ポイント、こちらは冬の花、もう今年の干支を忘れたやつ。どう、おる、今年は 何年、いやえ、俺本当に忘れてるわ。牛、あ、正解正解正解、はい、洞窟の中にはたっちゃん、ゾウやから今いやあ、これがゾウね、はいはいはい、じゃあそうか、牛はちょっとそうか違った、牛じゃないの、豚、これ豚、牛がペットになったならふんの汁だけで大荷物、野良牛なんかも当然出てきて3ポイントということで、どんどんいらんこと言ってる場合、このコーナー時間なくなってしまうんだから、どんどん送ってきてちょうだい。間違えてばっかりよ、江口先生、先週もや、看護服どいてる場合ちゃうでのコーナーそんなそんなコーナーかい、近づく藤原さんのその暴露の話知らんかったのコーナー、あ、そっか、へのへのもへじよーけくんねんけど、まだ来る、どうこれ、うん、まだやる、でも新しいほら斬新なのあればいい、いや俺もな、うん、見ててな、うん、これ前あったかなって分からへんねん、もう分かんなくなってるよねさすがにねそうだよね一応やってみるけどね、これなんて読むの、なんとか検診、松山、あ、日村検診、悩む人、めちゃくちゃ悩む人、うん、くつくつ、うん、しへし、
まあ2ポイントぐらいかな。じゃあまた同じやつな、じいちゃん発見しました。おじいちゃんね、スヘスヘモフシさんです。スヘスヘモフまあこれ2ポイントやな。じいちゃんだね。同じように禁煙会以降まだじいちゃんな、ヘフヘフヘフシヘフヘフヘフ、まあ2ポイントやな。シワ増えてますな。前ヘーヘーシワ五木ひろしというネタがありましたが、千正を発見。千正さんね。ペノヘノヘノヘノじゃペノヘノペノヘノシエシシエシペノヘノね。センマ様でしょ。5センマ、これ5ポイントな。もうちょっといっとくか。すごい怖いの見つけました。その名も、ちょっと今度ね、漢字とね、カタカナも入ってる。漢字が入るの。へよん、よんはあの漢字のよん。へよん、へよん。黒子さん、ローはカタカナな。黒。ロボットロボット横ポポかロボットロボットロボット系あのジャイアントロボ系4ポイントかな。怖いや。あだ、まだ行く。漢字ありなんだ。いやだからね、そうなるともうね収集つかんことになってしまうからね。まあこんなところにしときましょうかな。いや、そんな知らんかったないんですか。あります。ストーカーノムさんからもらいました。金沢市、達夫さんやパグさんは1ポイントと言っているのにチャップだけ何点と言っています。知らんかったでしょ。いや、言ってます言ってます。何点って言うねん。いや、なんかポイントって4文字だから。まあポイントでも点でも一緒ですけどね。はい、じゃあ君には2点。じゃあこちらは松本市の97陸線。PTA は何の略語か知ってますか。 PTA か、パパパパ、なんだろうね。 T はパパ、父ちゃん、うわあんた。あ、みんな同一人物だ。これはね、ペアレント、親、親、T はティーチャー、先生、A はアソシエーション、連合です。全くそのままだったね、がっかりしたでしょ。知らんかったでしょ。知らんかったでしょ。3ポイントね。こちらは、群馬の変化球マリン X。みかんの皮を指で挟んでつまむと汁が霧状に出ますね。うん、出ます。それをろうそくの火にかけると線香花火のように火花を上げてとても綺麗なんです。知らんかったでしょ。え、知らんかったです。ピッてやんの。ピッてやんねんて。ペーってやんの。なんねんて。危なくないかな。やってみたいね。でもね、どうでしょうね。3ポイント送っておきたいと思います。もう一度行こうか。カッパベリー広島。以前東京ドームの後ろの話をしておられましたが、あれは松本清が年間契約したわけではなく、そうやねん、今まで権利を持っていた資生堂が今年から降りて曜日ごとに売り出してるんだそうです。特に松本清の木曜日は松本清以外にも3社ぐらいで共同で使っているということは、年間契約は7分の1の3分の1で良いということで、カモンさんにもチャンスはあるのではないでしょうか。あ、なるほど。ほんま毎日しちゃうねん、東京ドーム行ってたら。そうか、あれ何や、自動野球の前にあれどうしてんの、みんな書いてんのかな、あれどうしてんのや。そうじゃないですか、あこのあの板をはめてんのかな、うん、1枚あそこあれごとこう動くんじゃないですか。動くんか、あれあれ1枚スコーンとはめていくんだ。そういうことなんじゃないですか。あそう、わかんないけど。おそれ知りたい、それ知りたいし、うん、あと野球見たら上の方から子供がネット裏でわーってピースサインしてるから、それを引き止めに来るお姉さんとかお兄さんおるやん。あれは誰。あの球団のあのそういう人でしょ、球場の人でしょ。でも油断したらすぐ子供降りてきて、ホームランボールとかね、ファールボールとか取り来る人とかいるよね。あ、なるほどな。高校野球の中継の時はあれ高校生だよね、応援団の兄さんとかね。俺連れてくれたことあるけど。あそう、チャップの知らんかったわ。いや、こちらペンネーム猫現実逃避。え、違うの。あ、ネオ現実逃避、ごめんなさい、行きましょう。チャップの知らんかった。うちの軽トラックあまりに軽いため乗るとすぐ潰れてしまいます。どうしたらいいでしょうか。見ときましょう、とりあえず育つまで。1点。ペンネーム冬の花。トランクスって言っても車のトランクに巣を入れてることじゃありません。1点。もう一回冬の花行こう。冬の花さっきね、はがきあったけどね。頑張りますから。そうだ、うなずくだけです。もう喋んないで、うなずくだけ待ってください。これは大丈夫だよ。
これ大丈夫。岐阜県の人は咳をギフギフってするんです。知らんかったでしょ。いや、愛知県の人はね、叩かれすると愛知俺の耳と目はどこにでもある。すいませんでした。一点ずつ差し上げます。大分とかも入れといてほしかったな。今大分っていう。そうそう、そこまで行くと成立すんねやわな。あ、そうか、そうか。岐阜、岐阜、愛知、愛知、大分、俺落ちやわな。わ、その席と取りとかね。いや、今痛いとかする話やろ。あ、そうか。曲、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 この雰囲気を変えてください。曲、曲、達夫さんの新曲アルバムオーマイガーからセカンドシングルカット、カモン達夫、ソレアニャーゼセニョリータ。この電話にキャッチ本が入ってそのまま忘れ去られて、かけ直したら後でかけると言ったままかかってこない。なんとかデートの約束をして気合を入れて待ち合わせ場所にいっそいっそ出かける。5分経っても10分経っても30分経っても彼女は来ない。確か南口って言ってたよな、ひょっとして北口だったかな。心配になって念のために彼女の家に電話してみると、あれ今日だっけ。そりゃにゃーぜセニョリータ、セニョリータ、セニョリータ。ナンパしたら飲むだけ飲んで、食うだけ食ったらごちそうさまとさっさと帰られて、合コンしたら女同士でトイレで相談とっとと帰る。女友達に可愛い子紹介してあげると言われ、また期待して出かけてみたら目の前のこの女はなんだ、性格がとっても可愛い子なの。そりゃにゃも感動のステージがやってきます。アルゴミュージカルボリューム11、ロボ笑ったね。全国の皆様に熱い感動を与えた小倉慶のファミリーミュージカルが今年の夏もコメリ主催 FM 新潟の公演で開催されます。公演は8月16日午後5時と8月17日正午から新潟県民会館大ホールで行われます。コメリでは夏休みプレゼント企画として2100名の皆様をご招待いたします。夢と感動のステージ、ロボ笑ったねにご期待ください。詳しくはコメリ各店のポスター、折り込みチラシをご覧ください。はっちゃー、夏がやってきた。お待たせしました。 FM 新潟シーサイドステーションのビーチハウス、札幌コーストカフェ775、新潟市青山海岸、通称小針ハーバーにどーんとオープン。キラッとした海、シャキッと冷えた札幌生ビール、ピリッとしたスパイシーな料理、気分はもうすっかりリゾートです。もちろんスペシャルカクテルミチコがあります。ビーチボーイズ&ガールズの皆さん、青山海岸札幌コーストカフェ775に遊びに来てね。大分県の MH、 嘘から出た誠、何が味噌からしタバスコやねん。ダーン、ダーン、味噌からしタバスコ、うん、アイサラダでチュ、9層猫を噛む、何が15であれ向けねん。ダーン、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 バッバッはい、見かけのケンケン、嬉しい楽しいたまんない、何が悲しい寂しい頼りないやねん。ダーン、ダーン、雑学王、あぶくたった、煮えたった、何があそこだった、エロがっぱやねん。ダーン、ダーン、こら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 、アラクマラスカル、モナコ、何がきなこやねん。ダーン単純やな。シンプル、
シャラランランは豊橋。だるまさんが転んだ。誰が猿股が踊ったやねん。ダーダー。花瓶壊すな。ミルキーはママの味。何が水虫はパパの足やねん。ダーダーダー。のんち。リモートコントロール。何が妹とろろ昆布やねん。ダーダー。誰やお前ペラペラの紙で送ってきてんな広告の裏この紙に自分の名前も何も書いてん、ね、名も知らぬお前住所も書いとけよグローブのフェイス何が書道部のテニスやねんダーダーこれって何も送られへんこれこのダメだもんねあそういうことしちゃいけないということでモナコが5ポイントであとは2ポイント送ってみましょうあったら怖いの子なバクレス大隊長はあったら怖いプリクラの説明の声が泉谷しげるフレーム選べってんだよやめるのかよお前てめえてめえこの野郎3ポイント広島ペリドットあったら怖い緑のおばさんに続く第2弾黒のおじさん新婚とこでわーわー早渡り夏は暑いだ渡れっちゅうてんで3ポイントペネム夏みかんの皮は静岡あったら怖いあごひげがあるカモンタツオ想像できねえ想像できねえ俺昔スキー場でバイトした時とかはひげ生えそうだけどねえ何口ひげ口もあごもあごも生えてるタツオさん生えんのあんまり強力には入らないちょびちょびなやついやごめんなさいちょっと矢沢 みたいなレコーディング中の矢沢みたいなあ、本当、ええ、見て3ポイントはい、猫いずこへ会話ちょっと将棋でも指しませんかあ、いいですね、ぐさ、いやー将棋指した2ポイント置いた、こういうペンでもやめよう年表あったら怖いええ話やなシリーズ我が家の宝はお前たちだと言って息子を何でも鑑定団に出す親父もうプライスした7000円とかだったらどうする2ポイントペンネムのんちは兵庫あったら怖いまずいうまい棒あるよねあるあるよあるまずいいかんのダメ納豆味とかね3ポイント見かけのケンケンあったら怖いタウンページサイズの生徒手帳めっちゃ重いもう持っていかなかったタウンページなあれ誰配ってあれ NTT 配ってくれるのなんか袋に入って玄関の前ポン置いてあるよねあれあれ迷惑やねんあれ去年のやつどうすんのあれあれど捨ててええの去年のやつもういいんじゃないでしょ貯める貯める貯めんのあれそうだいやなんかの時めっちゃ便利やで何の時便利なのなんか調べる時ちょっと近所に寿司屋なんかあったかなとかああ一番新しいのマッサージちょっと受けるのどこしようかなとか古いのは便利じゃないよね古いの便利やないけどあれな、ね、ちゃんとけど丁寧に袋に入れてバン置いたらそうそうそう親切親切な3ポイント、うん、いいあまだ行く、うん、こちらアイルドン背中あったら怖い止まって直すプリザエスに続く第2弾困って直すプリザエスどうしようどうしようこれすごいどうしようどうはいまあそれぐらいにしておきましょうか2点はい、あったら怖いコーナーにもどんどんとハガキを送ってきてちょうだいねさ あ最後のメッセージコーナーなんですけども、はい6月にね当初ねアルバムを発表するはずだったんですが、うん、それが押しておりまして、うん、今8月に発売できるように日々頑張っておりまして8月21日に発売する今まさにそのレコーディングの佳境頑張れ佳境頑張れ佳境で、ちょっとメッセージコーナーはお休みさせていただきたいということでございますので、はいまあそのアルバムできましたらいち早くこの番組で真っ先に、お聞かせしたいなというふうに思っておりますので、ね、楽しみにしててね楽しみにしておいてくださいはいということでよっちゃんの告知コーナーまず鈴木紗友子ちゃん情報ですベストアルバムそしてベストビデオが発売されていますで
去年の11月に東京日清パワーステーションで行われましたスペシャルアコースティックライブの模様が完全ノーカット版でビデオ化されているサイコ鈴木スペシャルアコースティックライブ東京日清パワーステーション、こちらはライブ会場と通信販売でしか手に入りません。限定発売でございます。詳しい申し込みの方法は東京 03-3448-9139 のインフォメーションテーマにて24時間ご案内しています。でカモン達夫さん情報、まず禁断のライブビデオカモン達夫ライブ殿下の宝刀、このビデオも通信販売のみとなりますので、詳しい申し込み方法は東京03-3448-9139のインフォメーションテープまでお電話ください。こちらも24時間ご案内しています。アルバムオーマイガー、そのアルバムオーマイガーからのシングルカット第2弾ソリアニアーゼセニョリータは6月21日ライフル X よりリリースされております。でイベント情報です。7月27日日曜日、愛媛県川之江市四国川之江神祭り夕焼けコンサートに達夫さんがゲスト出演します。四国川之江神祭りお祭り広場にてライブは午後7時スタートです。雨天の場合は市民会館大ホールとなっております。入場無料、詳しいお問い合わせは川之江市商工観光課0896-581111にお願いします。で風流図情報です。ただいま大ブレックスより発売中のファーストアルバムちゃんとしようよ、ファーストビデオビデオ風流図、そしてアルバムちゃんとしようよからのシングルカット第2弾タイトルチューンちゃんとしようよは6月21日リリースされました。さらに風流図ツアーチケットも発売中です。7月20日日曜日名古屋ボトムラインで昼夜2回公演、7月21日お休みですね月曜日大阪クラブクアトロで午後5時30分スタート、7月24日木曜日東京日清パワーステーションで午後7時スタートとなっております。日にちも迫ってまいりました。皆さんお近くの方はぜひお出かけくださいませ。ください。でイベント情報です。7月27日日曜日岡山ヒルゼンロックフェスティバル97、イベントはですね午前11時スタートなんですけれども、風流図は午後1時30分からの第2部に出演が決定しました。風流図の他にアニメタルフラワーカンパニーズ谷村恵美さんが出演します。入場無料、場所は岡山県真庭郡蒜山高原三木原野外特設ステージとなってます。もう一つです。8月6日水曜日7日木曜日8日金曜日ですが、 FM 仙台 15th Anniversary 札幌ビールプレゼンツスターライトエクスプロージョン97というイベントが仙台市高等大公園で行われるんですけれども、風流図出演が決定いたしました。当日は入場無料、詳しいお問い合わせは FM 仙台 022-265-7711 にお願いします。以上です。ありがとう。でいやでもあの新田さんも最後のレコーディングの佳境に入ってますので、はい、もう最近はよっちゃんがその番組を一から全部仕切ってますから。そうだよ、もうピシッと仕切ってますからね。だからね、もうオンエアつまんないとよっちゃんすっごい嫌な顔すんだ。いやなんかね、全部仕切っていやらしいネタの場合、困るんですね、女性として。どういうリアクションをしたらいいのか。なるほど。ドロロイモとかあんなそれを言うでしょ。トロロイモって言うたかったんやん。美味しいやんな、あれ、ザルそばから。まあそうですけど、あんまりあのいじめないでください。こんなん来てますよ。伊予市、愛媛県ですね。まりもちゃんの姉からもらいましたけどね。私の妹からよっちゃんへお願いがあります、うん、私の妹はよっちゃんが大好きです。ありがとう。よっちゃんがいなくなって寂しがっていたんですが、ね、愛媛のね、そうです、うん、この番組に出ていると知り大変喜んでいました、うん、妹はよっちゃん、あの雄たけびもう一度やってと言っていました。どうか叶えてあげてください、お願いします。何ですかこの雄たけびって。あの怒りのハードロックっていうコーナーがあのミュージックワンダーランドという番組であったんですよ、 FM 愛媛で、で、あのハードロック、あの鎌首っていうパンテラの、わかります、それをかけながら、あの怒りを叫ぶんですよ。すごいでかいです。それだけなんですけど、ね、例えばどういう風にしたらいいんですか。誰ちゃんでしたっけ。マリモちゃん、マリモちゃん、マリモちゃん。何何これ。いやちょっと今ねリミッターのこと考えてしまいましたね。あもっとでかいの。もういいよ、リミッター大丈夫。いい、後ろ下がってるの。何、マリモちゃん、また愛媛帰ったら遊びに来てね。すげえ顔真っ赤。そういうのを怒ったようなね内容を叫んでたの。あ怒るんだそれで。それなんでやねんのコーナー。あ、近い近い近い、みたいなもん。はいはい、そういうので、ね、またあのコーナーね5ポイント送っておきたいと思います。なるほど。はい、はい、ということでこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、すべてのハガキの宛先はお聞きの放送局のカモン風流図の爆裂スーパーファンタジー画面にどんどん送っていってください。うん、ね、ね、ちゃんとあの、ポイント別商品ハガキさ、あの注意してね、ちゃんと1枚ずつに住所と名前書いてね。そう、書いてない人多いから。そうなんです、よろしくお願いします。あのね、最初はだからハガキ入れたら50円高いからいうことでまとめて入れろって、俺たちの親心で言いたってんのに。その通り、そうそうそう、ズボラして
ハガキに住所書かんとその封筒にしか書いてへんってことだ。後から分からへんちゅう。そんなことでは信徒を滅却すれば暇またすぐせ。なんだそれだ。なんだそれだ。全然関係ないよ。今冷静だけど割と。二人めちゃめちゃ冷静してる。ね、はい、そんなこと、勝手かぶとの教えよ。そういうこと、そういうこと、それ正しい、いいんか、いいんか、え、分かってるんですか。うん、あの、だって読まれてもしょうがないじゃん、それじゃね、うん、ね、そういうことね、意味は読まれたとしても、そんなほら、かぶと、さらに慎重に守って、ね、送ってきてちょうだい、来週も待ってるからね、お相手はカモンタツオと、フーリーズのチャップと、バグと、渡辺よしこでした。また来週人気の携帯電話 PHS も大幅値下げ。コードレス留守番電話機ファクシミリまで品数豊富で安い。新潟駅西口自由通路を挟んで2つの FM 新潟主催日産エルグランドプレゼンツ緑の街シネマツアー、10月24、25、27日、新潟ユニゾンホール、26日両津市民会館、28日長岡リリックホール、11月1日糸魚川市民会館で開催。チケット好評発売中、詳しくは共同北陸へ。走った、遅刻した、でも大汗知らず、レセナだってひんやり、レセナが効いてるもん。よかった、一時です。